ああ、でもカンセロ側にブルーノっていうのはちょっと嫌ですね。普通に単純なドリブルで1対1仕掛けてくるんじゃなくて、カンセロが苦手な視野の外側から入ってくるポジショニングっていうかさ、裏抜けとか動き出しをブルーノできるからね。いや、ブルーノちゃんと後ろ見ながら連動してなかったから、キーパーまで行くのやめて。賢いですね、守備の仕方が。同じサイドにカゼミロいて、話の分かるやつがいる感じがいいですよ。ブルーノが自分が明けまで出てった時に自分の後ろに出てきてほしいっていうふうに言ってますね。ただワンビサカにその判断ができるのかっていう、できんのかっていうね、ワンビサカっていうね。シティとしてはアントニー使ってもらって、いやラッキーで、あのね、ブルーノのこの内も外も使い分けるポジショニングっていうか、アントニーもそれやらなくはないんだけど、ブルーノほど機能的にできないから、個人的にはアントニー見たかったですけどね。ただカンセロが苦手なのは、単純な1対1する人よりもそういうふうに嫌な動きをリズムでやってくる人だと思いますね。いや、本当やっぱブルーノいい選手だね。もうだってね、スーシャルの時からそうだよ。ブルーノ来てから潮目変わったしね。ロナウドにもね、言いたいこと言える人だよ。てか、エバートセミって何だったか、なんかのシーンでもめっちゃ怖いシーンあったんだよ。なんかあの、ブルーノのパスの判断間違った選手に対して、ブルーノがなんか吐き捨てるように、お前が言うな、みたいな感じの。ブルーノ勝つために何でもする感じですよね。本当チームに欲しいタイプの、監督的には、監督的にはというか、もう会ったことないタイプの選手です。セレクションでブルーノみたいな選手来たら嬉しいけど、ロナウドに PK 譲ってもらえるなんてブルーノぐらいでしょ。まあ、だってね、スールシャールのプランのなさに呆れて指示してなかったっていう説って言ってたもんね。噂ではそうだけど、でも実際にね、画面の前ではね、スールシャール最高みたいに言うところもちゃんとしてるしな、ブルーノ。ブルーノどのチーム行ってもチーム変える。いや、本当よね。ブルーノとエリクセンっていうね、そのタイプの選手2枚いるのがすごい。